皆さんこんにちは、あずまです。 AI と遊ぼう、エアーズラボ始めていきます。今日の東京ですけど、とてもいい天気でしたね。先ほど外を3キロほど走ってきました。今週2回ジョギングして、週3回筋トレしているというペースですね。しかしながらなかなか痩せないものです。運動するとやっぱり食欲が増してしまうものですね。なかなかダイエットって難しいものです。さて、今日のお話しするテーマですが、大学で体験した変な体験になります。ちょっと変わったテーマですね。実は以前、私が出した AI の研究成果について大学の先生にちょっと相談したいなと思ってコンタクトを取ったことがあるんですね。しかしながら実際にその先生の研究室に行って相談してみると、かなり変な体験をしたことがありますので、それについてお話ししたいと思います。そのコンタクトを取った先生ですけど、某有名大学の先生で、AI そのものではないんですけど、それと近い分野を研究している先生ですね。で、その研究室の先生に Facebook 上で連絡を取って、そしてぜひ相談させてくださいということで、実際に先生から返事もあったんですね。そうしたところ、ぜひうちの研究室でセミナーをやってくださいという話でしたので、私はそのつもりで準備をしました。ところが、2週間経ってもその先生から一切その後連絡は来ずに放置だったんですね。そこで私の方から再びコンタクトを取って、あの話はどうなりましたかというお話をして、先生の方から、ようやく、腰を上げてくれて、あのセミナーの準備をして日程とか整えてくれたんですね。そこで私は、その日のために、結構その時いろいろと発表と別の発表とかあって忙しかったんですけど、なんとか準備を整えて、セミナーに臨むことにしました。ただその当日その研究室に伺ったんですけど、ちょっと様子が変だったんですね。出っ放からちょっと様子が変だったんですけど、私を迎えてくれた学生の方は、かなり、礼儀正しかったんですけど、その先生自体がかなり、なんでしょうね、すっけんどんな感じと言ったんですかね、あまり相手にしないぞみたいな、そういう感じだったんですね。こちらのご挨拶して、名刺を渡しても、という感じで、名刺を返そうともせずに、すぐまた別の人と自分の研究の話に行っちゃうという感じで、ろくに私とコミュニケーションを取る様子もなかったんですね。初っ端からちょっと雲行きが怪しいなと思ったんですけど、実際に私がプレゼンを始めたところ、途中でディープラーニングと脳の話についてしたんですね。ディープラーニングについて、それが脳で再現されているかどうかについていろいろと議論があったんですけど、なんかその先生妙に断定的な言い方をして、結構議論のありそうなところなのに、自分の意見を押し通そうとする妙な感じを受けたんですね。確かに大学にはそういう先生がたまにいるので、仕方ないかなと思って、その場はとりあえず、そういう話もありますよね、いろんな説がありますよねみたいな感じにして、私は先に進もうとしました。それは全体の話で言うと、資料に過ぎず、資料摩擦に過ぎず、重要な話はその後だったからですね。そしてその話の核心に進んでいって、一番重要なところを動画でプレゼンしました。そしてその動画について話を聞こうとしたところ、それだけ、そんなことは分かっとるみたいな話をしてきたんですね。正直その反応もどうかなと思うんですけどね。わざわざ人を呼んどいてセミナーさせておいて、それでそのような失礼な対応をするというのは正直人としてどうかなと思ったんですけど、そこまで、せっかく来たので、そこで帰るということはせずに、さらにお話をすることにしました。で、分かってるなら、誰のどのような研究で、どういうところが似ているのかということを、しっかりと説明してもらえばいいかなと思ったんですけど、そのあたりの説明をせずに、過去にこういう人がいて、こういう人がいてっていう、過去の先生の名前を挙げるだけで、具体的な話は一切してくれなかったんですね。松さえ、自分が書いた過去の著書の中にそんなことはとっくに書いてあると、主張をし始めました。私はその方の本は結構読んでたつもりでして、目を通して、あらかじめ目を通しておいたんですけど、僕の発表の内容は、一切関わってなかったと思うんですよね。
まあ、強いて言えば、まあ、一部似ていることがないこともないかなと思ったんですけど、まあ、せいぜい類似点が、まあ、ちょっとだけあると、そういったぐらいかなと思います。にしても、そのことは全部書いてあるっていう、断言しちゃうんですね、その先生。その先生、どうかなと思ったんですけど、なんというか、真実を追求するというよりも、自身の主張を通すことを優先してるっていう、そういう感じなんでしょうね。科学を真実の追求のためのものと捉えていなくて、要は、自身の主張を通すもの、自分のポジションを確保するためのものという、そういう捉え方をしている、そういう先生だったんでしょうね。まあ、正直、私としてはがっかりでした。まあ、その人、人の著作とかを、まあ、過去の著作を見て、なおかつその人の活動内容とか見て、興味を持ってコンタクトを取ったわけなんですけど、まあ、実際に旗から見るのと実際に会うのは、結構な違いだったんですね。なんていうか、そのアカデミアの世界の闇みたいなものを、ちょっと感じた瞬間でした。まあ、最初はその先生のそのような態度に、まあ、ある程度反論しようとして、まあ、反抗しようとした、まあ、そういうちょっと態度の方も私の方で見えてしまったんですが、結局は、まあ、そうですね、そうですのと、結局なだめるみたいな、そういう感じになっちゃうんですね。その先生の主張することを、否定して否定せずに、ちょっとなだめつつ、まあ、認めてあげるみたいな、なんかまるでこちらがカウンセリングしてるみたいな、わけのわからない状態になっちゃったんですよ。もっと何でしょうね、脳とは何か、人工知能とは何か、深いところに踏み込むような、そういう本質的な議論がしたかったんですけど、結局、その先生を、もうわからない、わけのわからない主張をしてくる先生をなだめるだけに終わってしまったという、不思議な体験をしたことがあります。結局、何だったんでしょうね。その先生が日常そのような態度で、学生に接しているとすれば、まあ、その学生さんがかわいそうとしか言いようがないんですけどね。まあ、でも、よくあるといえばよくあることなんでしょうね。やっぱり長い時間、大学の世界にいると、その世界にしか知らない、そういうタコツボ状態になってしまって、広い世界を知らなくなって、その世界に過剰適応した、そういう、人間性になってしまうという、そういうことが起きてしまうということはあるかなと思います。まあ、これは大学の先生に関わらず、大企業であるとか、あるいは、小中高の教員であるとか、そういう世界でもよく起きたりしますよね。その世界で、まあ、その人のやり方で、なんとか回しているものの、外部から見たら、むむむってなってしまうような、そういうやり方をしている、そういう世界って、たまにあったりします。で、私としてはその時改めて思ったことは、その大学、まあ、大学とか研究者の世界で有名であっても、必ずしも、信頼に値する人物とは限らないということですね。誤解してはいけないのは、もう大学には本当に尊敬できるような先生は、いっぱいいます。しかしながら、尊敬できないような先生も、まあ、いるということですね。まあ、それは、まあ、大学の外の世界でも当たり前ですよね。まあ、要は、大学の教授だからといって、偉い先生だからといっても、それだけで、尊敬してはいけないということなんですね。大学の世界も一般社会と同じです。尊敬できる人もいれば、尊敬できない人もいるということなんですね。そして、物事を判断するのに、権威によってはいけないということを改めて思い知らされました。大学とか、あるいは、そのアカデミアの世界の権威とかに惑わされずに、自分で判断する、自分で考えて、そして、それを自分で実行に移するだけの、そういう知恵を身につけていくことがとても大事なのかなと、改めて思った次第です。そういった意味でも、その経験、その大学での変な経験は、まあ、反面教師といえば、反面教師の体験なんでしょうね。そういう意味で決して悪い体験だったとだけ言い切れるものでもないかなと思います。いい体験も悪い経験もする。いい経験からは、まあ、そのいい経験を、から、そのポジティブな点を学んで、悪い経験からはそれを反面教師として学ぶ。まあ、いろんなことから学ぶことができるものだなと改めて思いました。やっぱり同じ環境にずっといるというのは怖いですね。そこに過剰適応して、まあ、時には老害と呼ばれる存在になってしまうかもしれません。そのような意味で僕も年をとっても様々な経験をして、様々なアクティビティに手を出して、そして様々な人からの意見を素直に聞くような、そういう年の取り方をしたいなと改めて思いました。
AI の世界の、いわゆる科学習得に似てますね。AI の世界では、例えばニューラルネットワークのような、なんでしょうね、機械学習のモデルというものが、過剰に訓練用のデータに適応しすぎて、未知のデータに対応できなくなってしまうということがよくあります。いわゆる老害の問題もそれと同じですよね。ある環境、特定の環境に過剰に適応しすぎて、それ以外の環境にうまく適応できなくなってしまう、通用できない人材になってしまうということが、人間の社会でもよく起きます。科学習を防ぐためには、より様々な体験をして、より広い知見を持つことが大事なんでしょうね。はい、今回は大学で体験した変な体験についてお話ししました。今回のお話を面白いと思った方は、ぜひ、高評価や、チャンネル登録の方をお願いします。また、質問のある方は、ぜひコメントの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。